浜田本流は、本流っていうかまあ、水が多いです。この前の雨でやっぱここまでは水来たんです。ガードレール、違う、これが取れちゃった。そういうことか。あ、結構水来たんだよ。2、3メーター、3、4メーター。でフライなんですけど、さっきですね、このスパイダーのやりすぎスパイダー、結構4、5回転させたスパイダー、かなり効きます。やっぱちょっと水が増えてるので、こう浮いた方がやっぱ出るっていうか。で、このスパイダー14番やりすぎスパイダーです。これを使いたいと思います。手前から狙います。よっしゃ、帰ってきました。やっとまともなサイズ。やっぱちっちゃい。うわ、綺麗。やりすぎスパイダー、やりすぎスパイダーできます。綺麗な。さあ、ちっちゃいね。ちっちゃかった。なんかでかいのが意外といないですね。あ、なんかこれ変わってんな。ハイブリッド系かな。イワナとヤマメのハイブリッド。稚魚放流してんのかな、やっぱり。生魚かわかんないけど。いそうですね、めちゃくちゃ。でも、なめなんで、どうなんでしょう。今のあれで出ないといいね。出ないね。あ、今出たね。なんか出た。手前だったかな。あ、それ岩中かな。イワナでした。活性は高いですね。活性は高い。ぬるぬるしてる。やっぱ雨の後は結構ぬるぬるしてるんですよ、魚も。よいしょ。ああ、来た。見えてませんでした、ね。お、イワナだ。イワナでした。なんかフライが見えてなくて、
竿のテンションで落ちた。切ってたのか、終わんねえ。どれどれ、来た来た来た。おお、やっとまともなサイズが来ました。あ、ネットがちょっと、おお、いいね。25、6って感じ。と、取れない。どこ行った？すごい走るね。よし。おお、いい山目だ。予想以上にいい山目でした。おお、でかい。これは急須ないか。いいのいるじゃん。よし、よし、来た来た来た。あ、もうちっちゃいな。なんかフライは見えてなかったんです。水しぶきが上がって、あ、イワナだ。イワナでした。なんかサイズはちっちゃいんですけど、でもそこそこ。今も水しぶきで合わせましたね。ヤマメ。お、ヤマメだ。よし。全然魚は残ってます。キャ、飲み込んでる。来た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 。イワナかな？イワナかな？傾向的にイワナかなと。あ、やっぱイワナだ。お、でも引く引く引く。股をくぐりました。あ、雨でかなり活性が上がってる。5時過ぎましたね。なんか面白いように釣れるので抜けちゃった。
てるんですよ。あそこもいるだろう、いるだろう。イワナなのよ。あ、出た出た。なんだイワナ、イワナだったの。いい加減にやめないと。ヤマメですね、ヤマメ。よし、よし、来た。イワナかな。おし、ヤマメか。これはヤマメか。イワナだな。いかにもイワナでした。これもいいイワナ。ひく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 。ね、かなり低いわ。おお、事件だこれ。おー、いい、太ってる人。生き延びたんだねこれ。ここも、ここも多分200ミリ以上降ったと思うんです。いや、すごいね。全然魚います。いい加減にやめますか。